和歌山県日高郡日高川町に鎮座する木戸神社。ここでは毎年10月、体育の日の前日に秋祭りが行われています。この秋祭りの神事として木戸神社の東野獅子が奉納されています。和歌山県の中部に位置する日高郡日高川町。その山あいを流れる日高川沿いに木戸神社があります。木戸神社は安珍清姫の物語で知られる道成寺の創建に関わった木戸道成を祀った神社であるとされています。木戸神社の神事として奉納される東野獅子は、獅子の舞い手が2人、鬼役2人を合わせて合計4人で演じられ、時間はおよそ45分にも及びます。秋祭りのおよそ1ヶ月前から東野獅子の練習が行われます。東野獅子は三寄、北原、南原、日川と4つに分けられた和歌中と呼ばれる青年団によって受け継がれています。この4つの和歌中が年回りで東野を務め、獅子舞を奉納しています。和歌中にとっては4年に一度の東野獅子ということもあり、練習にも力が入ります。お祭り当日の朝、宿に和歌中たちが集まり、神社への宮入りの準備が始まります。お祭りに参加する子どもたちの化粧や着付けも和歌中の青年たちで行います。和歌中たちの準備が整うと、出発を前にお宿で東野獅子が回れます。村から神社へ出発する和歌中に清めの意味を込めて、前日の宵宮に日高浜から汲み上げた海水を振りかけ、旅の無事を祈願します。神社への宮入りは、弓持ちの長男と青年団長が務める親と共に先頭に立って向かいます。境内への宮入りは、鬼が四股を踏むような所作をし、大鳥居をくぐる練り込みが行われます。東野を務める和歌中から宮入りし、境内で威勢よく四つ太鼓を担ぎます。神社の本殿では神事が執り行われています。Thank you.
続いて行われるのが参拝という儀式。鬼が手に持ったささらで参拝者の背中を打ちお祓いをします。獅子舞の奉納は境内から離れた御旅所で行われます。御旅所へ向かう際、宮入りの時と同じように鬼の練り出しが行われます。お旅所での神事が終わると木戸神社の当夜獅子が始まります。鬼が獅子頭をささらで打つと回り踊りが始まります。獅子と鬼が麦打ち歌という音頭に合わせて踊り、観衆が手拍子を合わせて当夜獅子を盛り上げます。回り踊りが終わると、ここから獅子と鬼の戦いが始まります。獅子と鬼が対峙して、鬼はずっと獅子の頭から目を離すことなく睨み続けています。
¡Gracias!
ライトの娘は向こうよ、向こう、すごいよ。砂をかけられて起きた獅子が鬼を追いかけたところで東野獅子は終了します。東野獅子は一度舞うと次の世代へ交代することになっています。45分間演じ続けた後はもう二度と東野獅子を舞うことなく次の世代へ引き継いでいくのです。いやまさか自分できると思ってなかったんで、できて幸せです。はい、ですね、もう昔からのね、ずっともう伝統をずっと自分らがね、まあ、踊れて、なんか今後、後世にもね、ずっとこれを伝えてくれたら、本当に嬉しく思います。東野獅子が終わると、みこ舞が奉納されます。続いて三寄瀬若冑と南原若冑による獅子舞が奉納されます。木戸祭りの最後を飾る掛け馬が行われます。2頭の馬が大鳥居からお旅所までの間を勇壮に駆け抜けお祭りを締めくくります。地域の五穀豊穣と氏子の無病息災を祈願する木戸神社の秋祭り。この祭りは地元の人々の熱い思いによって受け継がれているのです。